はい、ということで、あ、みんな来てくれてる、ありがとうございます。今日は AEW スーパースター私と、今志田さんって言うと思ったでしょ。AEW スーパースター私と AEW 同じく AEW スーパースター志田さんのショコトークを1時間ぐらいちょっと過ぎぐらいですかね、お送りしたいと思ってます。だいたいいつも1時間やるって言って2時間半に及んでしまったりとか、すごい長くなってしまうんですけども、今日の今日こそは時間を守って必ず1時間半で終わりにしようと思っております。はい、あ、皆さん来てくれてますね、ありがとうございます。わ、こんばんは、皆さんこんばんは。この後ツイッターなどでも質問を受け付けたんですけど、コメントを読めないことがすごく多いと思うので、今回は私と、志田さんでお話をさせていただくのと、あとアッキーに翻訳入ってもらおうかなと思ったんだけども、志田さんが多分英語でフォローしてくれるだろうなと思うので、志田さんにちょっと英語のフォローをしてもらいたいと思います。アッキーもね、少しガトムーブのコメントの方で、英語の方で教えてくれたらなと思うので、海外のお客さんね、たくさん今来てくださってるんですけども、ちょっと分かんなかったらごめんね。ごめん。Yes, everyone. Shida-san is going to follow up with English, so don't worry if you don't understand Japanese, she will be doing all the work. So here you go. Hello, and it's about time. 今日本は夜の9時半なんですけども、Shida-sanは何時なんでしょうか。それでは行きます。Here we go. ピュー。はい。Shida-san, hello, how are you? 元気です。Hello everyone, this is Hikaru Shida. Thank you for coming. Where are you? Your house? No, I'm in a hotel. Oh, そうだよね。Shida-sanの部屋としては綺麗だと思ったよ。ひどい、同じぐらい綺麗ですわ。はい。英語で挨拶なんですね。いやいや、私はダメなので、志田さんお願いします。いや、めっちゃ英語で挨拶でした。Thank you。あ、志田さんにさ、この歌知ってる？最近覚えた歌なんだけど。いくよ。はい。Hello, hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine. I hope that you are too.知らない。アメリカの人はみんな知ってるなと思ったんだけど。あ、そうなんですか。なんかひろったさんの子供たちが聞いてそう。そう、なんかこの歌、めいちゃんの歌ってオリジナルかなと思ったら、1000何十何万回再生とかってなってるやつがびっくりしちゃった。そう、何万回再生といえば、最近。YouTube を始められたそうなんですが、ぜひその番組の説明を皆さんにお願いします。番組の説明、どうして始めたのかとか、これを見てくださいとか、本当になんかこのエンターテイナーとしてこの大変な時も配信したいとかじゃなく。YouTube でもともといろんな動画を上げてたんですけど、ちょっともう2分半じゃ収まんねえなってなってきて、 YouTuber は2分半しかできないもんね。はい、なのでもうちょっと編集もめんどくさいし、どっかにもうドンって上げられるのを作らなきゃなと思ってたので。なるほど。じゃあもう使命感に駆られてとかじゃないんだね。ただの趣味ですね。でもサブスクライブがいきなりもう初日で1000、もうすでにルームキーピングが、どうぞいってらっしゃい。これ日本語だけになっちゃうよ。志田さんがフォローしますよ。フォローしてないよ、志田さん。音声ダブってるって。志田さんの声が二重になってる。ちょっと直します。今ハウスキーピングの方が。すみません。ごめんなさい。私イヤホンした方がいいってことですよね。あ、そう。え、大丈夫？大丈夫です。あ、でも今してくれるって。はい、OK です。優しい。あ、今ね、彼女はイヤホンをしてくれたので、音声が二重になることはないと思います。大丈夫ですかね、聞こえてますかね。あ、すごい。今ダブルになってます。あれ、宇宙人みたいな声になった。さくらさんの側からも音声が回ってる。私もイヤホンした方がいいの？いや、全然大丈夫そうですと思います。ちょっと待っててね。前回ずっとイヤホンされてます。そうだよね。あ、イヤホンした方がいいかも。すごい宇宙人みたいになってる。そうですね。私も私の声がもう一回聞こえる。しださんが多分これ使わないと大丈夫と思います。イヤホン使わないってこと？あ、さくらさん大丈夫です。私の方でも混ざってるって。私がイヤホンする。あ、そうか。お互いやんなきゃのことでしょうね。Hello, hello, hello. How are you? I'm fine. I'm fine. I hope that you are too. はい、私もイヤホンにしました。どうですか？あ、すごい、私は綺麗に聞こえる。うん。どうですか？はい、このね、音声テストの間に志田さんの今日の T シャツが一体何なのか教えてください。すごい、みんなのコメントが任天堂、任天堂、任天堂ニューヨークになってるけど。それはコピー商品じゃないの？うん。へえ。うんうんうん。あ、待って、今度志田さんの声がミュートになっちゃったみたいだから待ってね。ちなみに私はハードロックカフェロンドンです。ロンドンで買ってきた。イエーイ。これは中澤さんにもらったものじゃないやつ。いやいや、いいじゃないですか。イギリス行きたい。ね、行きたいね、また。行きたいです。すごい、みんな任天堂の、ニューヨークストア。ちょっと待ってね、声が聞こえないみたいなので。何か設定変わった？私ですか？聞こえる？ごめんね、なかなか。うん、合ってる。知らないから大丈夫。いい感じです。Good morning。やったー。Good morning everyone って来てる。あ、Good morning Hikaru って来てる。あ、Good morning。Thank you for watching。そうそうそう。じゃあ YouTube は特に使命があるわけじゃないってことだね。シダチューブ、シダチューブで。シダチューブっていう。で、気楽にゲームとかを上げていきます。あ、でも志田さんも特技がいっぱいあるから、ピアノにしてもそうだし、コスプレにしてもそうだし、何でもできそう。いや、ただの趣味ですよ、あんなの。いや、そういうことを言うとさ、趣味がない人間としては辛いよ、本当に。趣味なしよ。はい、クイーン、ああ、そうね、はい、クイーンはでもね、もう生き方だから、趣味じゃないの、私の生き方。すごい。実は今日は志田さんともう何回も私たち自身は話してることもあるし、知ってる方も多いかもしれないんですけども、意外とまだ知らない方もいらっしゃるかなと思うので、はい、志田さんがなぜプロレスラーになろうと思ったのか、そしてまあどんな道のりで今こういうふうな状況で試合をやってるのかっていうのを最初前半は話してもらいたいなと思っております。はいはい、まず生まれた時から目立ちたかったんだよね。はい、目立ちたかったです。もう本当に何でもいいから目立ちたかった。ここからの話はもう目立ちたい自分がいるっていうことでもう話せば、全部伝わるっていうことだよね。大前提に目立ちたいというのを、なんかなかなかね、目立ちたいっていう欲でプロレスやってる人っていないから面白いなと思うんだけども、最初は女優さんをやっていて、まあ、最初はっていうか、まあもともと女優志望で、まあ、女優を少しやっていて、はい、で、まあ、目立ちたい気持ちから女優じゃなくてもいい、これもやってみようっていう感じだったってことかな。いや、女優として映画に出るためにプロレスを始めたっていう。女優として映画に出るためにプロレスを始めた。でもそれってもしその海外の選手からしたら割と当たり前というか、はい、他のジャンルから入ってくる人って多いから今になるとああそうなんだぐらいな感じで受け入れてもらえるかもしれないね。いやそれがアメリカって WWE がやっぱあるじゃないですか、うん、みんな子供の頃から見てるんですよプロレスを。子供の時からプロレスを見てるだから、うん、テレビでやってるものなので、うん、子供の頃からプロレスを見てて、うん、憧れて入るっていう人が多くて。あ、もうテレビでやってるからそれに仮面ライダーに憧れて仮面ライダーになるじゃないけどもうあるものなんだ。そうですそうです。私はちょうど私が子どもの頃は格闘技がめちゃめちゃ流行ってたんで格闘技はテレビでやってたんですけどプロレスは見たこともなかったので、うん、だから逆になんかよくいただく質問で小さい頃からの憧れのレスラーは誰ですかっていう質問がすごく来るんですよ、うん、当たり前のように。なんかそれがいないプロレス見てる前提でアメリカでインタビューされた時に答えづらいってことだ。そうなんですそうなんです。お前なんでプロレスやってんだって話だもんね。好きな選手もいない。そうなんです。なんかそういないっていうのもはみたいななんかそうなんですよ非常に。でもその時志田さんはその相手に合わせるじゃないけれどもその架空のこの人に憧れてたみたいのを作って言うのそれともリアルをそのまま説明するの？特にないねって言います ね。もうちょっと寄り添って相手になんか同じように困るのが、うん、目標にしたレスラーは誰ですかっていうのも。私って言えばいいじゃん。私っていやそれはない。どうしてそれはない。なんか誰かみたいになりたいって思うことが許せなかったんですよ。なんかすごい尖ってる感じなんです。女優さんだったらこの人みたいな女優さんになりたいっていうのはあったのかな？あんまりなかったです。なんかコピーになりたくなかった。いや中二病みたい。いや志田さんが、デビューするきっかけの時に私はそばにいたんだけれどもリングネームの話。私はその映画の主役のその女の子の名前をそのままもらって本名があんまり本名でプロレスをやるっていうのがちょっとあんまり勧められなかったのでこの名前はどうかっていうことを私は志田さんに勧めたはずなんだけれども志田さんからもう秒で却下されてあれは一体どういうこと？いやそのやっぱちっちゃい頃から有名になりたかったっていうのもあって、その志田ヒカルというフレーズを有名にしないと意味がないなと思ってたんです。確かにもう名前自体はかっこいい名前だもんね。そのなんかこの他の名前でとかちょっとあんま好きじゃん許せなくてもう中二病ですよね。今でもそのすごいのは、プライバシーとかプライベートがなくなるじゃん。もういつどこでも志田ヒカルでいなきゃいけないし、志田ヒカルっていう名前もそのよくある名前じゃないから例えばどっか病院とかで名前呼ばれたら志田さんだ、なんか悪いことしたら志田さんだとかっていう可能性もあるのにただただこう自分は成人ですみたいな君子ですみたいな感じでいけるって思ってたってことかな。多分もう本当恥ずかしいなんかそういうのが欲しかったんだと思います。有名になれたみたいな。プライバシーもないぐらい有名になれたみたいな。行きづらいよ。私いつまでもコンビニでダラダラしたいタイプなんだけど志田さんできなくなるじゃん。なんかすっぴんで歩くとか、だって志田さん今おはようって言ったけど、私もおはようだからね。そういうダラダラした生活ができなくなっちゃうじゃないあとその、全部がいやでもやっぱり、今でも本名で良かったなとは思ってます。それはそのアメリカに行ってもヒカルがヒカルシダになっても、しかもなんか、みんなヒカルって呼ぶのかなと思いきやシダじゃん。でそうですね、シダって確かにアメリカではあんまり聞かない名前だからさらにいいのかなと思うんだけれども、いやじゃあ今満たされてるんだ。まあそうですね、そうですね。なんかやっぱ本当に道端で声をかけられたりとかするんですよ。はいはいはい、これが本当に非常にお店とかで頑張ってねとか、店員さんに言われたりするんですよ。とても嬉しいです。全然関係ない話していい？ごめんね、いきなり私の話なんだけどタクシーに乗って会場に行った時にお前はここで試合をするのか、レスラーかみたいな話になって、私レスラーだよって言われたから、インスタグラムのアカウント教えてくれって言われたの。でも私インスタグラム全然やってなかったから、これですって言った時に2045フォロワーとかですごい恥ずかしくて、その時に私も有名にならなきゃなっていうのは思ったっていうのを今の志田さんの話で思いました。すいません。面白い。ダメだ、これ英語喋るタイミングがわからない。ないよね。今ね、アッキーが多分コメントでやってくれてるんだけど、これ大丈夫？アッキー、Thank you。大丈夫だと思う。多分海外のお客さん全然わからないよね。ちょっと助けてあげて。Should I talk English more？ コメントでできる。はい、なんとかやって始まりました。大丈夫？じゃあ頑張ってね。じゃあ日本語でこうやって話しちゃっていいの？大丈夫です。ごめんね、まあ。志田さんが欲しかったらどこでなんか英語のアピールができていいです。うん。でも志田さんできれば英語頑張って。I will. 頑張ります。いつも。I will talk English more. Yes, please. Every time, Choco Talk view 18 100, but now 142 people watching. Oh no. Sorry. Oh no. 150, maybe more up.で、志田さんがまあじゃあ志田ひかるとしてスタートして、まあなんだろう、最初の、まあ、すぐ軌道にうまくいったのかな。まあでも傍から見ると、その映画は主役、スクリーンデビュー、はい、試合もどちらかというと、はい、もうメインとか張るような、まあ、エースタイプ、一応エースカラーと言われる赤も着て、まあ他の人から見たらいい感じで進んでたと思うんだけれども、その時志田さんはどんな感じでやってたんだろう。最初の1年は本当にプロレスをもうやめたくてしょうがない。やめたくて仕方がない。もうやめたくてしか、なんでプロレスやってんのかなみたいな。今思うと本当にその最初の1年が最も後悔してることですね、プロレスに関して。もし今志田さんが1年前に戻るとしたら、何を後悔してて、何をこうしてただろう。とにかく全部試合に出る、今だったら。もしかして試合に出れない自分は女優の仕事が忙しくて、みんなにちゃんと仕事やってるよって思われたいとかはあったってこと？いや、もう試合をしたくなかったですね。辛い。試合をしたくなかった。でもそのリーグに上がってる志田さんはすごく、まあもちろんお客さんもたくさんファンもついてたし、絶対勝ってやるみたいな気持ちも見えてたし、すごいかっこよかったと思うんだけれど。なんか今までやってきた、なんか本当に3歳からずっとスポーツをやり続けてて、柔道剣道といろいろやって、スポーツ以外にもいろいろやってるんですけど、私の中で多分プロレスが一番才能ないかなって思ってるんですよ、今もやめてよ。いやだけど、それでもやっぱこう続けてこれてるっていうのは、本当にプロレスの魅力に気づいてしまったからなのかなとは思うんですけど、やっぱりなんかそれぐらい今までは始めてすぐに何でもできたのに、プロレスが本当に難しくて。なるほどね。でもその1年目、その後悔した1年目からだいたい何年目ぐらいで、あ、プロレス楽しいんじゃない、もうちょっと試合出ようかなみたいには思ったってこと？もうその一回やめようとしたじゃないですか、さくらさんにも。1年でやめさせてくださいって、なんかもう言ってきたね。小部屋に呼んで2人で話したじゃないですか、うん、でも結局その映画を見て、うん、やっぱりプロレスを続けたいなって思ってごめんなさい続けさせてくださいってお願いした時からはもう死ぬ気でやろうと思いましたね。でもそれって志田さん自分の映画を見て自分いいなと思ってそれでもうやろうと思ったんだよね。違う？そうなんです、ね、自分よかったすごいよね。なんか本当に私多分志田さんには絶対やめてほしくなかったから、ただ続けてくれさえすればもう気持ちが腐りながらやったとしても絶対ものになると思ってたので、その好きでやってほしいとかそういうことじゃなくてもうたらたら続けてほしいっていう気持ちで、あなたはすごい人だっていうのをこんなに言ったことがないぐらい熱弁して、もうあなたの一日一日の全てが商品になるし本当に素晴らしい才能があるんだからって言ったのを覚えてるの。でその時に志田さんに「あいや無理です」みたいな言われて。いや本当にそう、本当覚えてますよ。本当に覚えてる。で、挙句すいませんやっぱり映画を見てやっぱりやるしかないと思いましたみたいな、おーいって思った。その時の全体メッセージみたいなので、さくらさんが志田さんが続けることになりました。一発ずつ蹴りを入れてくださいっていうメールを出しました。でみんなも志田ちゃん続けないのに私が続け、だからどうしてもやっぱ志田さんがトップだったから志田さんは絶対続けるだろうと、で志田さんを続けるんだったら自分たちも頑張ろうみたいな感じで志田さんを超えてやろうとかって思ってた人ってその時いないぐらいトップだったんだよね。なのに志田さん嘘志田ちゃんやらないのみたいな感じで、ごめん自分も今説得してるんだけど志田さんそういう状況だけどでもこれがみんなとは関係ないから志田さんが辞めるからみんなが辞める必要ないよとかすごい説得してたのに急に逆転して志田ダメかもとか言ってたのが逆転して続けることになって、まあでもそれが2年目3年目ぐらいだから割とまあ早かったよね。そうですね2年目ですね、うん、はい。でその、まあ、ずっと所属してた団体を辞めてフリーになって自分で大会をやるように、はい、だ何今の大変ですね大会やるのはもう本当に。いや本当にでもそのじゃあ今までプレイヤーとしてやってた時にここが不満だったっていうのと実際自分がやってみていやこれは無理だって思ったことは何だったか教えてください。なんだろうな。フリーになってみて、自分でいろいろなところでもう試合のきっかけとかを作っていかなきゃいけないと思うと、ツイッターもツールだし、もうツイッターもどんどん使っていかなきゃいけないし、試合以外のところもすごく大事だなっていうのを気づいて、本当に怠けてたなっていうのには気づきました。でもそれが何年目だっけもうフリーになったから5、6年とか経って6年目ですかね。6年間はじゃあなんか更新してよとか言われたらまたツイッターかとかはいはいとかって思ってた部分があったのがもうやんなきゃに変わったっていうこと。そうですねそうですね私しかいないみたいな私を売れる人は私しかいない。今いいこと言った。私を売れる人は私しかいないってめちゃめちゃいい、はい、これってでもそれって所属の時も同じじゃないですか。別に会社がやってあげますよみたいなのって、うん、ないじゃないですか。ない特に今はないよね。だから本当にいやでもそれでも会社は志田ひかるをめっちゃプッシュしてたしそれに気づかなかったらやっぱりじゃあ一回みんなフリーになるべきだね。大きいですよ。それがどんな説明、例えばじゃあ志田さんがこういう時後悔してたよとかじゃあまこちゃんがこういう時後悔してたよとかそういう誰かの体験談を話すよりもなってみた方が早いじゃない。本当に、うん、本当にあともう30代になるべき。全部分かるもう若い自分に「お前今チャンスだぞ」って言ってあげたい。から代わりに若い選手に言ってあげるけど、うん、そうかないみたいな。面白い。30代になってみるべき。志田さん今おいくつなんですか？はい、31です。31。もうすぐ32になります。みつるさんがこの間30歳になったかもしれないです。なるほど、30歳になってみるべき。でもさ、私志田さんと出会ったのって20歳とかだったから、まあ、10年ぐらい行った時に、はい、その若い時に若さこそが武器みたいな感じでは思ってなかったってこと？逆に思ってないですよ。思ってないですし、もうさくらさんが何を言ってもうるさいなって内心思ってたんですよ。辛い。いや、辛すぎる。これはね、私だからじゃないです。全員思ってると思う。もっと辛いこと言ってる今。本当に若いから。若いから。そっか。でも、うん、大きくなってっていうのは変ですけど、うん、もっと大人になってさくらさんの言ってることがとてもよくわかります。ああ、なるほど。ありがとう。自主工業やって本当に大変だったのは、あれこれ自分がやんなきゃ何も動かないじゃんと思ったっていうこと？そうですね。もうだって告知もそうだし、告知もそう。対戦相手とじゃあ何かを作り出したいっていうのもそう。さくらさん本当になんかそういう。なんかたくさんやってきたと思うんですよ。例えば突然組まれる試合もあるわけじゃないですか。ここに見出してやっていくっていうのはさくらさん本当にすごくやってることだなと思うんですけど、なんかそういうのもやっていかなきゃいけないし、だってカード突然組んで「この試合やります」「はい当日試合しました」って済むわけないので。なるほど。あ、でも志田さんの場合、私はその自分が主役でずっとやらなければいけないわけじゃないけど、志田さんの場合は志田さんの大会だったら絶対自分が主役にならなきゃ、まあ、いけないじゃないっていうのもあったよね。きっとその全部のことをやった上に自分がメインイベントだったり、じゃあある時は2試合だったりやらなきゃいけないっていうのもあったもんね。ありましたね。なんかそうですね。でも主役じゃな、こんなんだったら主役じゃないのが楽だなって思ったことはないです。すごい。だって志田さんは別に自主工業やらなくても主役だったのに、自主工業やっても主役で、もう主役からブレてないんだよ。でもまあ主役やるためにやってるし主役だよねみたいな感じっていうことだよね。いや、自主工業やらないと主役じゃないと思います。あ、自主工業をもうフリーになるべき、そして自主工業をやるべき。やるべき。あと30代になるべき。30代になるべき。なるほど。あ、でも本当にみんなに言いたい。でももしさ、その30代になるべきがさ、それが22歳とかで理解できてたらもっとすごいよね。体も動くし。いや、すごいですよ。もう最強だと思います。まあでもそんな自分が、まあ、主役というか、まあ、その主役の責任を全うしつつ自主行為をやる中で、これ失敗しちゃったなみたいな、なんでこんなことやっちゃったんだろうって今思うことってある？あ、秋。2試合とか、それこそ日本の興行は4試合とかやってたのはちょっとやりすぎだなって思いました。でも割とその周年興行だと回数多く試合をするっていう人は多いよね。この人ともやりたい、この人ともやりたいっていうのもあって。辛かった。ですね。肉体的にってこと、感情が追いつかなかったってこと。肉体、もう精神的にも本当に辛くて。本当に訳が分からなくなったのは人生で初めてぐらい、やらなきゃいけないことがいっぱいあるのに何をしたらいいか分からないみたいな、もう。そのなんていうの、それやったのってその最後の大会のことじゃなくて、最後の大会は特にですね。しかもやっぱり日本最後っていうことだから、いろんな団体のオファーが舞い込んできて、さらに自分も大阪かどっか行って試合し、大阪で大会をやったんだ。そうです。大阪と東京を、2日連続かな、そうそうそう、めちゃめちゃなスケジュールだったの。なんか忙しい、どんなに忙しくても意外と乗り越えられるって思ってた、気づいてたんですよ。あ、強いね。なんか忙しいって結構基準で変わるものじゃないですか。なんか忙しいなと思ったのがだんだん普通になってきて、さらに忙しいなってなったのが普通になってきてみたいな。こなせるように自分もレベルアップしてってるっていうことかな。はい。その限界を超えた気がしました。でもそうなるとやっぱもっと忙しい人が世の中にはいるから、何甘えてんだけど。でもちょっと限界を超えた気がしました。なるほどね。でもその限界から次の日は元に戻れたんだもんね。あ、終わった、やったよっていう感じで。あ、終わったってなって3日後ぐらいに魔界があって、終わらないってなったんですよ。なるほど。あ、ちょっと魔界の話になるんだけども、志田さんがまあフリーになっていろんなとこと、まあ、いろんな出会いがある中で魔界っていうものに出会って、で、まあ、これほどまでに大事にしてるものはないぐらいもうどっぷりこうハマってった魔界っていうものを少し説明してもらいたいなと、聞きたいなと思います。はい、魔界というのはですね、プロレスと演劇と音楽ライブが一緒になったエンターテインメントのショーみたいなんですけど、6年目ですかね、はい、続けて月1で続けてきているもので、それはずっと志田さんが主役で。そうです、そうです。で、私がちょうどフリーになった月から始まって、そこからずっと出続けてるものですね。で、なんか前にいろいろ聞いた時に、志田さん今何が一番楽しい、いろんな団体出てるし自主興行もあってて、いろいろ充実してると思うけど、何が一番楽しいのって聞いた時に、志田さんは魔界って言った記憶があるんだけれども、その、はい、魔界にこう自分が集中する魅力っていうのは、志田さんにとっての魔界っていうのはどういう感じな、どういうものなんだろう。本当に私にとって魔界ってもう夢そのもの、夢そのものなんですよ。演劇が入ってて、プロレスが入ってて、なんかそのやっぱプロレス始めた頃はなんかそんな二足のわらじやってるからうまくいかないんだよとか、どっちもできんのっていうのも結構言われてる中で、それが全部一緒になったもの、私のやりたいもの全部一緒になったものが魔界で。なんかやっぱ私にとってもプロレスがないと私じゃないし、演劇がないと私じゃないし、なんか私の中でもプロレスと演劇って結構一緒くたになってるものなので、それをすごく形にしてくれたものが魔界だなと思ってますね。私も何回か見させていただいたことがあるんだけど、そのライトアップされたり、いい音が違うだけで、同じ場所、まあ最初の頃は新木場とか新宿フェイスでやられてたので、プロレスの親和性も高くて、あ、すごいものが始まったなっていうのは思ったんだけれども、この間リングから離れて本当に普通の舞台でやるようになった、その時、中野だっけ、その時は志田さんは出た。出ました、出ました。最初の中野、その舞台のやつ出ましたね。それがなんか急に魔界が、あ、プロレスからはちょっと離れたのかなみたいな気持ちに、リングじゃなくなったから思ったんだけど、その時はやってみてどうでしたか？すごく手応えを感じました。まあでも魔界が始まって、4年目とかに魔界が会社になって、そこから所属になったんですけど、その時すでにもうこれはプロレスではないというのを我々の中で決まってて、うん、もうプロレスはやらないっていうふうにもうなってたんですよ、所属メンバーの。プロレスラーも多くでも参加してたよね、もう。そうですね、うん、でやっぱりプロレスベースに戦いし、うん、ファイトシーンを作ってはいたんですけど、私たちがやってるのはプロレスじゃないっていう共通認識を持ってたので、うん、その認識にやっと追いついたっていう感じはすごくある。なるほど。でもそこまで、はい、もうつい最近の話だから5年とかっていうことだよね。そう、魔界始まって6年で、まあ、会社になってからは3年かな、はい。でそのステージでやるようになって、やっとその認識が追いついてきたなって気づいたのがもう本当につい最近の話っていうこと。まあ、そうですね、そのこれだよこれみたいな感じはもう本当最近。なるほど。でその中で英語喋れない、やばい。大丈夫、本当すみません。いやな一回その志田さんが出れなかった時が1回かなあって、スピンオフみたいなストーリーがされてたじゃない。でその映像が、まあ、流れたのか志田さんが見たのかちょっとわからないんだけど、その時その自分が初めていない魔界を見てどんな気持ちでしたか？超楽しかった。楽しかったんだ。自分いなくてよかった。本当にね。いやなんかね、ファン目線みたいになっちゃって、今回面白いなって思って。志田さんはそれ稽古も参加してないからストーリーも知らないし、本当に一こうお客さんとして見たっていうことだよね。あ、もう台本は持ってたので、本当にギリギリだったんですよ、出れないって決まったのが。うん、1週間前とかで、それスタッフの方たちもすごいね。いやだからもう2種類台本用意していただいて、もし来れなかった時用と志田が来たよみたいなので、すごい。でどっちも稽古して、そうなんです。それは皆さんの体力がすごい。もう6年前から第1回から来て、うん、今魔界68とかなんですけど、68回とかなんですけど、1回も休んだことなかったんですよ。そうだよね、主役だしね。足骨折した時も出たんですよ。根性だな。なのに休みになってしまったのは本当に悔しいんですけど、でもなんか客観的に見れたので、なるほど、まああり。うん、プラスに捉えるしかないなと思ってますね。でもその今魔界もちょっとその1回スピンオフというか志田さんが出ない、ショーがあって、その後からちょっとお休みというか。でもスピンオフじゃないんです。それもメインストーリーのもので。メインストーリーで出なかった回ってことなんだ。ね、そっか。もうその私の役がどうにかなって出れないみたいな回、書き換えてみたいな。すごい。まあじゃあでもそこでストーリー止まっちゃってるっていうことだよね。今はそうですね。なんか最近その鋼さんとかのツイートとか見てるときに、なんていうの、なんか喋るやつ。あ、オーディオドラマ。オーディオドラマ。あれを今制作中っていうことも見れるのかな？今制作中で、オーディオドラマには私も参加してます。よかった。でもそれは魔界の続きじゃなくて、はい、アメリカで新しいその物語っていうこと？その今までの魔界の続きが映像なしの声だけになってるんじゃなくて、もう新しいものをオーディオで。そうです、続きではないんですけど、その魔界の物語の中でそのこの時にこういうことが起こったとか、サイドストーリーみたいな感じですかね。ちなみに私は全部終えてなくて、まあところどころしか見ていけてなかったんだけども、どこから見たら魔界ってわかるんだろうか。何回から見ればいい？どこからでもいいです。多分全部終えてる人の方がいないと思う。どこからでもストーリーわからないじゃん。まあ、わかんなくても楽しいですよ。あ、でもそれってあれだね。プロレスみたい。別にストーリーとか登場人物とかわかんなくても見れば楽しいよってこと？私もパッて見たら、うん、こいつ悪いやつだな、こいついい人だなっていうのは分かるので。なるほど。もう本当に今のよ全部終えてる人は多分2人とかだと思います。白さん終えてるよね。私はよかった。じゃあなんかいろんなプロレス団体の試合を見ながら私たちこうああじゃないこうじゃないっていうのをやってるんだけど、なんか魔界のウォッチングパーティーみたいなのもしてみたいなと思って、はい、ぜひできるのかなそんなこと。だって演劇見ながらこっちも喋っちゃうのできるかな。うん、できますできます。よかった。じゃあちょっとやってみたいので主催者の方につないでください。よろしくお願いします。やってほしい。まあ嬉しい。よかったよかった。まあでもその魔界を見つけて自主興行も終えて最後日本を離れるってなった時に、まずそのなんだろう、それが10月11月ぐらいだったんだけど、一回 AEW に初参戦した時の話を聞きたいなと思って。はい。何月ぐらいにオファーがあったかわからないけど、私の元へはリホさんに出てもらいたいっていうオファーが1回来て、でしばらくしてからなんかさくらさんももし出れるならみたいな感じでオファーがあったのね。でその時は付き添いじゃないけど、まあ、リホさんちょっと不安なところもあるからさくらもじゃあついでに呼んでくれるんだろうなみたいな感じで行った時に、日本人選手の6人タッグマッチだったんだけれども、はい、全然その凄さがわからないで私はなんかぼんやり飛行機に乗ってってたのよ。ごめんね。で志田さんはさ、その話を聞いた時に、まあ、どんな気持ちだったんだろう。まだないものじゃん AEW っていうものが。そうですね。私も、うん、所属になりませんかみたいな話よりも先に参戦オファーだったんですけど、なんか本当に一番最初に聞いた時に思ったのは、うん、うさんくさって思いましたね。わお、どうして？だってまあ名だたる選手たちがやろうとしてるわけじゃん。いや、まあ、そうなんですけど、うん、なんか旗揚げお金はあるぜみたいな感じじゃないですか。マジで大丈夫かなみたいな。なるほどね。でもうさんくさいと思ったけれども、まあ所属とかじゃないし、まず試合だけだし、まあ一回行ってみるかみたいな感じだったっていうこと？はい、まあその会場の規模とかを聞いて、うん、みたいな。そうだよね。そんな人がいる試合なんてしたことないみたいな。なんか自分たち頑張ってもやっぱり後楽園とか、まあ、1,000 人 2,000 人しか想像できなかった。まあオズさんの 3,000 人とかぐらいしか想像できなかったっていうことだもんね。もうまあでもチャンスだなと思って参戦したんですけど、それはもう参戦してからですね、もう凄さが分かったのは。いつも会場行ってみたいな。あれ会場に行ったのって全く同じ日だった？一緒に同じ日じゃない？飛行機も同じで一緒、みんな一緒だったんだっけ？みんな一緒だったんじゃないですかね。ラスベガスっていうものに行ったことがなくて、はい、この街はなんだみたいになったよね、はい、本当に空港にカジノがあるみたいな。いや本当に本当に。あでもその時のワクワク覚えてる。なんかそのなんだろうな、セットとか見た時に本当すいません、なんか自分はもう本当にリホちゃんの付き添いの気持ちだったから、なんていうかな、もう粗相がないように「あどうもどうも、こんな最後のプロレス人生の最後にこんないい思いさせていただいてありがとうございます」みたいな感じで言ってたんだけど、志田さんの控え室のピリピリ加減が半端なくて、覚えてる？いやーだなんか日本人女子の試合を世界に見せたいんだみたいになって、そう選ばれた6人なわけじゃないですか。なんかもうそもそも日本のプロレスってなんだみたいなところからもう始まってしまい、ど緊張でしたね。自分はその同じように、まあ、キーワードとしてもしかしたらそれが私たちを鼓舞させるためのことかなとか思ったんだけど、日本人女子のプロレスをそのまま見せてほしいって言われた時に、私は騙されないぞと思ったの。そんないや日本の女子プロレスがアメリカで通用するわけがないし、それはそのイギリスとか他の国に行っても全然通用しないなっていうのを感じてたから、そもそもこのメンバーに私が入ってるのも変だし、うん、そうだね、まあ、アジャさん、リホさん、志田さん、坂崎さん、水波さん、うん、この人たちも別に日本の代表とは言えないんじゃないかぐらいの気持ちでいて、で、そういううまいこと言って私たちをおだてて踊らせようとしたって無駄だぜぐらいの気持ちだったの。いやもうなんか絶対ここで見せてやるみたいな。自分は日本のプロレスが世界一だと思ってるので。すごいよね。どうしたらそうやって思えるの？逆になんかそれこそアメリカとかいろんな国で試合して、うん、日本のプロレスすごいなって私は思ったのででもその場に行ってるのは志田さんなんだから、日本のプロレスすごいなイコール私すごいなってことだよね。あれ、なんか私この中で見たらすごい上の方じゃないみたいな。なんかいろんな人と対戦しても、うん、やっぱり日本のプロレスは本当にもう桁違いで、スピードもパワーも桁違いだなって感じたんですよ、対戦してみていろんな人と。なるほど。でその志田さんがじゃあ結局日本の女子プロレスを見せてほしいって言われて、日本のプロレスって何なんだろうって考えた結果、導き出した日本の女子プロレスっぽさ、日本の女子プロレスっていうのは何だったんだろう。私が今も日本のプロレスを見せようと心がけてるんですけど、AEW でやっぱり心だなって思います。抽象的すぎて分かんない。なんだよ心って。いやそうなんですけど、うん、やっぱりファイティングスピリッツがすごすぎる。ファイティングスピリッツ、はい、日本はエルボーとかロックアップとかをした時の、はい、もう私まあ大瀬さんとかで出てたからなのかもしれないんですけど、本当に本気で答えなきゃ死ぬかもって思うぐらいすごい気迫とかの、まあ打撃の強さとかもそうですけど、っていうのがやっぱり日本特有。でもちょっと待って、アメリカに行って、まあ、じゃあ今 AEW に上がってる選手で、例えばナイラ・ローズ、今度対戦するナイラ・ローズもそうだし、アメージング・コングもそうだし、アメリカの選手とにかく体がでかいしナチュラルパワーが半端ないじゃん。それこそ軽く当ててるようなエルボーでももう本当に体の半分吹っ飛んでいくみたいな感じじゃん。でもう日本の気迫以前に体の大きさが違うし、あと目鼻たちのくっきりさも違うから、うわーってやってももう向こうのうわーっていうなんていうの、化粧映えする顔、もう平面じゃん。私平面民族、本当に辛いところあるよね。でその中でもじゃあその心、すごい分かりづらい。じゃあ日本のプロレスはじゃあ気迫なの？何を伝えればよかったの？気迫ですよマジで。気迫ですよマジでってやばいですよ。気迫ですよ。気迫なの？いやでもそれもちろん技の正確さとかは日本がもう群を抜いてるとは思うんですよ。でもそれはまあね、各自トレーニングをしていただいてっていう感じだと思うんですけど、やっぱり心の持ちようは特有だと思います。日本人が本当に何なんでしょうね。なんかじゃあ例えばこの人だよね、いわゆる日本の女子プロレスの気迫を持ってる人たちはこの人たちだよねっていう、その日本のレスラーをちょっと上げてもらうと、5人ぐらい上げてもらうと誰だろう。いやまずもう里村さんはとんでもないじゃないですか。とはひろよさんとかも。松本ひろよ、ちさ子さんもやばいです。ちさ子ちゃんはやばいね。もう本当にやばいですね。やばいです。飛躍。はい。七井さんも。あ、七ちゃんもそうだね。私はもうそれビビってやられたタイプなんで。いや私もです。みんなそうです。みんなの逆エビでやられますね。あともう本当に忘れられないのは田村様。ああ、なるほど。本当にそうだね。本当に怖かった。田村様は本当にもうお前を殺すっていうそのメッセージしか受け取れなかったもんね。ちょっと待ってよ。じゃあさ、りょうちゃんとかさ、坂崎さんとかさ、中島さんとか AEW に上がってる選手の名前入ってないじゃないのよ。ちょっと無言になった。いや、それは役割分担じゃないですか。気迫を見せる役割。気迫を見せる役割は確かな。志田さんが気迫を見せる役割の人なのね。あ、なんかオリエンタルビューティーとかアジアンビューティー的な。特に派手な技とかもないし。2位とか、まあ、えぐいじゃないかなとは思う。なるほど。じゃあ、まあ、もともとその感じもありますし、そうだね、くのいちっぽいというか、武道をやってたし。りほさんは何の担当？華やかさ。華やかさがもう。華やかさは素晴らしいですね。あの担当は私には絶対できない。絶対できない。花といってもね、リホさんですから、可憐な花とクールな花とか、まあいろいろなあれもあるから、志田さんもすごく素晴らしい。ちょっと待って、私。さくらさんは急に本気を出してくる人。そんな分かりづらい担当の仕方があるか、急に。本気を出す担当みたいな、そんなのないのよ。ふざけてないのよ、真面目な顔なのよ。まあそんな感じで、その6人タッグやってみて、志田さん的には手応え、一人で笑ってないで手応えはありましたか？ありました。で、まあお客さんも満員だし、すごい話題にもなったし、もうなんか大会中にツイッターのフォロワー数がどんどん増えていくみたいな。いやー、もうそうだよね。私もあの試合だけで1000人とかも見ながらどんどん増えてったみたいな感じだったんだけれども、いや、めちゃめちゃ増えました、本当に。で、それでなんかちょっと AEW 信用してもいいんじゃないかなっていう実感があったっていうことか。いや、もう出る頃には信用してましたよ。なんか本当に会場で、本当に今までその新日とか出てたもスーパースター、我々にとってスーパースターが本気で作り上げてたじゃないですか。で、なんかコーディーとかが「今日は来てくれてありがとう」みたいな、みんなに言って回るとか、なんか待って、なんか裏でみんなが「頑張ろうね、いいショーにしようね」みたいな空気もすごくて、なんかそこでなんか本当に超大規模なガトームーブみたいな印象を受けました。大規模なガトームーブ、あ、フレンドリーっていうことかな。なんかすごい家族感がすごい。あ、でも私も最後にヤングバックスの2人とケニーとコーディーとトニー・カンで最後こうハグみたいなした時に、家族感、大規模でも家族感って出せるんだっていうのを感じた。なんか本当に私ガトームーブっぽいと思いました。すごい AEW イコールガトームーブ説、嬉しい。ちょっと規模が何万規模も違うんだけど。いや、だからガトームーブさんも大規模でも続けていけるんですよ。なんか大規模になっていけばなっていくほど家族感って薄れていくのかなっていう曖昧な感覚があったんですけど、そうじゃないんだっていうふうに思いました。よくさ、プロレスって非日常っていうじゃない？でもその家族感って非日常とは離れてる言葉だと思うの、体格にあるというか。それでもその志田さんは AEW に家族感を感じて、ガトームーブも小さくやらなくても大きくなれるよっていうことを、大きくなれるよじゃないか、大きくなっても大丈夫だよっていうことを今言ってくれたってことだよね。いや、はい、本当に本当にめちゃめちゃ嬉しい。あ、でもファミリー感感じたんだ。あと全然関係ないんだけど、コーディのハグってさ、触ってないんだけど、志田さんも触ってない？なんで？え、触ってる？触っても、え、触っても、違う、コーディーが触ってない、私に。コーディーとハグするときに、なんか紳士すぎて、その妻以外の女性には触れないかわかんないけど、こう、私がこれ、コーディーがこれだとしたら、もうこんな感じ、微妙にこう触れてないハグとかなんだけど、ハグしてる？あ、でもちょっと仲良くなってきたのかもしれないです。ずるい。もう私なんて忘れられてるよね。あ、バンバリーさんありがとうございます。あとでも多分さくらさんはやっぱりこうコーチとしても知られてるじゃないですか。リホさんのコーチ、私のコーチ。ありがとうございます。なんか多分私結構子供だと思われてると思うんですよ。見た目が精神的に生徒みたいな意味？そう、それもそうだし、なんか多分ね、すごい若く見られてて、だからなんかもう「大丈夫か？」みたいな感じで話しかけてくるんですけど、さくらさんには多分ちゃんと大人として「大丈夫ですか？」みたいな。そうなの、そうなの。私本当にコーディのハグ問題だけはいつかみんなに聞きたくて「ねハグ触ってる？」っていうのを本当に聞きたかったの。まあ一応そのコーディがジェントルだ、トゥージェントルっていう認識で自分はトゥージェントル、まあでもそうですね、トゥージェントルですよね。その私がその AEW に出て思ったのは、どんなスーパースターもミーティングだよって言ったら時間に来るし、コスチュームは自分で脱いでコスチュームは自分で着替えるし、自分で荷物持って自分で会場入りしないと次の会場には行けないっていうことを本当に実感したかな。うん。なんか私が思ったのは、どんなスーパースターでも試合前は緊張したりするし、他の人に「頑張ってね」って言われたりするんだなって思いました。ある頑張ってねって送り出される時なんだっけ、あれすごい嬉しいよね。いや、なんかすごいグッときちゃいました。やっぱ友情とかも感じるし、なんかそういう感情がやっぱりなんか遠すぎてロボットみたいな感じだと思ってたんですけど、なんかやっぱりそういう同じ感情があるんだなって思いました。私モクスリーさんが普通になんか歩いてたっていうか横切った時に、あ、これ今まで見たアンブローズの歩き方と思って、ね、本当に歩いてると思ったんだよね。でもみんなも歩かないと会場に行けないし、歩かないとリングの上に登れないんだもんね。みんな同じだ。そうですよね。あと次の日に飛行機移動とかの時にみんなちゃんと自分で荷物持って自分でチケット見て、ここはどこかなって言って席に座るんだよね。本当にスターでも。ただやっぱクラスが違いますよね。席のそう通り過ぎて私たち後ろに行くみたいな。いつか座ってやるぜと思いながら。いや、それでも我々もいいクラスで利用させていただいてますよね。これ内緒の話一個していい？私今 AEW 所属になったんだけど、その前にランス・アーチャー選手と一緒になったことがあったの。飛行機が日本から、アメリカに行く時に、でやばい、なんかジャージ、ニュージャパンのジャージ着てて、ランス・アーチャーだ、めっちゃ髪の毛かっこいい、体でかいとか思いながら、でも私が何者か説明しづらいから後ろをこうやってくっついてたら同じ便だったのよ。で同じ便だと思って飛行機乗ったら、まさかの私の方がいい席だったの。で怖い、 AEW 怖いと思って、本当にその日の試合をマジ頑張ろうと思ってホテルも、ホテルやばい、いらないホテル、さくらが20人ぐらい泊まれる、もう一部屋に。でベッドが2つあって、今日私リホさんとツインかなと思ったら、じゃあまた明日みたいで、違う部屋なのみたいな、あるよね。本当に恐ろしくなります。本当にね。今日もホテル泊まって、まあちょっと、もういよいよ試合、タイトルマッチ前だもんね。そうです。まあちょっとタイトルマッチの話は最後に取っとくんだけども。そうでもそのランス・アーチャーが最終的に AEW 所属になった時によかったと思って、でこの時の話は笑い話にできると思ってそうすごい、いやそうなんですね。その志田さん、その6人タッグに出た時にはもうアメリカに移住しようっていうのは決めてたの？決まってました。早い。多分年末ぐらいに、6人タッグが5月だったじゃないですか。年末ぐらいに多分オファーいただいて、試合のオファーいただいて、所属どうですかみたいな話になって「いや私魔界があるので」って一回断って、両立できますと言われて、ってなって両立できるなら、なんかそのちょうど10周年前の年で10周年が終わって、うん、ホールで自主興行してアジャさんベルト取っ、うん、オズさんのベルト取ってアジャさんに勝って丸藤さんと試合して、うん、でなんか結構やりきった感が自分の中であったので、確かにでも本当に11中の時には行ったよね日本で。だから本当にこの年どうしようかなと思ってた時にいただいたお話だったので、うん、ステップアップしようと思って、でもその魔界とできる時まだそのどんなものかもわからないで、ただアメリカのって聞いてて、でその魔界との問題が解決してもその AEW がどんなものか分からなかったけども、でも日本でもやりきったし、じゃあもう行くことは行くことにしてどんどん進めていこうみたいな感じ。そうですね、やっぱりでも世界で仕事をするっていうのはずっと夢ではあったので、夢が明確、素晴らしいね。世界規模で有名になろうという本当にもうすごい中二病がやばい。いやでもそれをさ、大体の人はどこかで自分を分かって、いや私なれないわと思って諦めたりすることがほとんどだと思うんだけど、今は志田さんはそこにも向かってってる真っただ中で全然その夢は叶えつつあるっていうことだもんね。いや全部プロレスですよ本当に。素敵。全部プロレスの夢が叶う。でもそうは言ってもね、10年以上やってるんだもんねプロレス。あっという間ですよ。実際でもその魔界は月に1回あるし、そんな稽古って言っても簡単にね、まあ、今日稽古して明日できるっていうものでもないし、月に、まあ、1週間ぐらいは日本にいなきゃいけないっていう生活で、その週1回のテレビ、はい、テレビが始まったのが8月だっけ？いや10月ですね。10月、多分その前の2回目のペーパービューに志田さん出てた気がする。出ました出ました。で確かその時にリホさんとシングルマッチ。そうですそうですそうです。それがやりました。女子のベルトができるっていう時じゃなかった？そうですそうです。女子のベルトができて最初のタイトルマッチを最初のテレビ放送でやるってなってて、うん、そこに向けて誰が行くかみたいなので、うん、一つは女子の何バトルロイヤルみたいな、で勝ち上がった人が一人来ると、なぜか特別枠で私とリホさんが勝った方がいいみたいな。ずるいずるい。そのバトルロイヤル枠で多分30結構な数の選手が出て、で、はい、その中でナイラ・ローズが勝って、それは志田さんたちの試合の前だったんだよね。前でした前でした前でした。じゃあその目の前のリホさんを倒して次の対戦相手はもうナイラって決まってる状態でリホさんとの試合だったんだ。はい、しましたね。で2回目のペーパービューで、それまでに AEW には行ってたの？行ってなかったです。じゃあもう6人タッグの後にもうすぐシングルマッチだったんだ。そうですね。多分まあ6人タッグで勝ったから。あ、それ私に勝ったんじゃん。くそー。イエーイ、くそ。勝ったんで多分特別枠に入れられたんだと思う。じゃあ私あの時志田さんに勝ってたら私もあそこに入れたかもしれなかったんだ。だと思う。そうなの？そっかそっか。でも私なんかもうその6人タッグの後に出てて勝ってたとかだったと思うんですよね。なるほど。それぞれ結果を出してて、ペーパービュー時代も3回目か何かで2回目の時にリホさんが出てて、そこでっていうことかだったと思います。で私日本では志田さんとリホさんのシングルってあんまり記憶にないかな。私もないです。いや実際すごい、私もないです。いや実際試合してるはずだから、それはひどいよ志田さん。シングルありますかね？いやあると思うよ。ないの？私リホさんとそんなに対戦してないと思うんですよ。なるほどね。まあでもそのそっか、6人タッグの時はリホさんとチーム組んでたから、はい、対戦するタッグは何回かあるんですよね。実際、まあ、リホさんとシングルしてみてどうでしたか？もリホさんはまあ見て試合見させていただいてる時から、うん、本当にとんでもない化け物だなとは思ってたんですけど、なんか変な安心感、そのペーパービューでリホさんと試合をするという、うん、もうなんか余計なことをいろいろ考えちゃうじゃないですか、大きい会場で。私はそうなんですけど、うん、お客さんも上がるかなとか、うん、これをどう見られるんだろうとか結構考えちゃうタイプなんですけど、うん、もうそんなこと何も考えなくていいという安心感もありました。ただ戦えばいいっていう。でもその戦ってみて、その安心感はあっても、初めてのほぼ初めてに近い相手と戦うわけだし、受けたことない技とかもいろいろあったと思うし、多分それが8月の末だったから、リホさんがガトームーブを退団して、リホさんも AEW 所属って言ったのかわからないけど、まあ、AEW にこれからその比重を移していくみたいな感じになってて、で、志田さんは早々と AEW にも所属します、インタビューも受けました、で、日本から出ることもっていうふうに言ってた中で、結構さ、どっちが AEW の日本女子のこうなんて言うんだろう、主役になるというかっていうのもなんか注目されてたんじゃないかなと思うんだけども。うん、そうですね、そうですね。まあでもなんか出遅れた感はちょっとあったなって思ったんです。なるほど。所属になるって言ったら、うん、日本での試合がものすごいありがたいことです。確かに。あったの時増えまして、うん、もうアメリカに行く機会が全くなかったので、所属、うん、になると発表してた割にあいつ全然来ねえなみたいな感じだったと思うんですよ。うん、その間にリホさんはちょいちょい行ってて、だからなんかやばい、私アメリカで何もしてないぞっていう感じはあったのでここでやっぱガツンと見せないとなっていう。うん、感じはしましたね。初代のベルトなんてなかなかないしね。いや本当に本当に。うん、はい。実際試合してみて、この時リホさんに志田さんは丸め込まれたのかな、負けちゃって。くるリボン。で丸め込まれた上にリホさんがナイラローズに勝ってリホさんが初代チャンピオンになるの。イエーイ。いや素晴らしい。本当に日本だよって思いました。日本だよ。ああ、じゃあその時私が私じゃなくて悔しいとか負けて悔しいとかじゃなくて、あ、日本人の選手がいたって思ったっていうこと？いやもちろん負けて悔しいですし、初代チャンピオンになりたかったですけど、うん、でもやっぱり日本のプロレスがやっぱり世界一だっていうのを改めて思いましたね。それちゃんとリホさんに言った？いや、志田さんがそんな風に思ってるなんて絶対思ってないと思うよ。言われたらめっちゃ嬉しいと思うよ。志田さん、リホさんと仲良くしてる？ちゃんと会場で会ったら挨拶してる？当たり前じゃないですか。じゃあ妻ちゃん本当に当たり前じゃないですか。でもタイトルマッチ前には、うん、LINE しました。LINE。あ、日本にいたんだ。志田さんは。私日本にいたので頑張ってくださいね。リホさんから返事来た。大丈夫です。来ましたなんか仲良くしてください。そうです。でもリホさんもまだその時はその、まあ、今も英語喋れるのか全然わからないけど、そんなにこう誰かと仲良くしてるとかもなかったと思うから、きっとね。でリホさんだって結構話変わってると思うよ。最初は日本にいて日本の大会の試合しながら、アメリカに行ってアメリカで2試合ぐらいやったらじゃあ帰ってくるくらいのペースで、まあ、ゆっくりマイペースでできたらいいなみたいな感じで言ってて、自分もあそれだったら安心だねみたいな感じで思ってたんだけど、めっちゃアメリカに滞在してる期間が長くて3週間とか。いやでもチャンピオンになったら、ね、そうだよね。休みなくもうずっと試合に出てる。いなきゃいなって思いますもんね。リホさんがナイラに襲われてテーブルクラッシュとかされてた時はもういけるでしょと思って。あれですよね。私がやられた時は爆笑してたんですよね。この間ね、ごめん、この間市内で志田さんがナイラに叩かれた時も大爆笑して、いや物の管理しっかりしろよみたいに思ってた。市内って痛いですね。痛いよ。びっくりしました。マジ痛いよ。もうやめてくれ。私こういうこと人にしてんだなって思いました。志田さんが今回タイトルマッチがね、ちょっと話飛んじゃうんだけど、タイトルマッチがノー DQ になって、まあ、使っていいから、志田さんがじゃあその竹刀を使ってる写真を皆さん、日本の皆さん持ってたら私にアップしてくださいみたいなこと言ってたじゃん。で、悪いけど普段の試合であなた使ってるからね、許された時に使ってるんじゃなくて普段の試合で使ってるのをみんな本当にね、腐った桃みたいな腕になりながらね受けてるんだよ。本当にナイラにやられた時も大笑いだった本当に竹刀がめちゃめちゃしなってて、その写真いただいた写真で、うん、それがもうとんでもないなと思いました。何をね武道で習ってきたのよ。人の頭を殴るためですかまあ竹刀はそういうもんなんでね人を殴るためのものなんで竹刀はい、まあでも実際アメリカに移住してみて最初ね面白かったのが引っ越し作業がすごく面白かったの。今日はなんかこれを作りましたみたいな。で家具ってアメリカの部屋ってないの？結構冷蔵庫、うん、電子レンジ、うん、オーブン、うん、食洗機、洗濯機、乾燥機はついてほぼあるじゃん。ありますあります。じゃあ自分でこうでソファーベッドとかは自分で、うん、なるほどね。それを日がなマイケルさんとかにこう組み立てさせて一生懸命作ったんでしょお手伝いしていただいて本当にすごかった。でももうどんな部屋にしてやろうかみたいなのがすごい楽しかったです。その住むところは割とトントン拍子で決まって、じゃあ家具もここで買おうとかこんな感じの部屋にしようみたいなのはすごい決まったの。もう本当に日本にいる時間が忙しすぎて何も進めなかったんですよ、アメリカで。なんでもう行って住むとこ探さなきゃ、銀行口座開かなきゃ、携帯買わなきゃみたいな、もう超大変だったんですけど、本当に中澤さんがものすごく手伝ってくださって、親身に本当にある程度英語を喋れたとしても、うん、銀行口座についての英語なんて知らないじゃないですか。志田さんってもう何年も英語やってるよね、子供の時からやってます。それでも口座開くの大変だったっていうことだよね。ピンポイントだって日本語でもちょっと難しくないですか。そんなんと思ってたんですけど、中澤さんがもうすごいんですよまあ一回ご本人もやってるっていうのもあると思うんです、うん、同じ工程を踏んでいくみたいな感じなんで、うん、すごい詳しくて。そっか、なんかそんな中澤さんにお世話になっておきながら、まあ、家が落ち着かない時に中澤さんのお家に住ませてもらって何かを破壊したでしょうそうテレビをどうやったらテレビを破壊できるのか教えてくれる？違うんですよ。寝てて、うん、iPhone をつなげるじゃないですか、充電に。つなげるよね。充電のつながってるところにテレビもつながってましたiPhone 持ちました、うん、寝返り打ちました引っ張られたなんですよいやもう本当によそのお宅に行ってテレビを壊すってよっぽどですよ。30歳が何をやってるんですか。本当に言い出しづらくて。あ、そっか、その瞬間は中澤さんいなかったんだ。夜中だったんですよ。びっくりだね。とりあえず朝までごまかした。朝になって中澤さんすいません、ちょっとお話があるんですけどもテレビを壊してしまいました。ってなって。でも中澤さんは「あ、いいよ、全然大丈夫だよ、いいよ」って言ってくださってたんですけど、うん、いえ、弁償させてくださいいや、全然いいよ、そんな、全然大丈夫、もう事故だから、うん、いえ、弁償させてください。でもこれは中澤さんの株高上がりですよ、本当に。これをね、許して志田さんのソファーを作ったっていう話は本当すごい人すぎます。ねえピアノは志田さんが持ち込んだの？ピアノ向こうで買いました。ピアノって買えるんだ。ピアノって売ってるんだね。買えますよ。本当にだってさ、もう正式なやつじゃん。あ、いや電子ピアノです。あれ電子ピアノなの？あ、じゃあキーボードだけってこと？あ、違うよね、下から全部くっついてるやつだよね。まあ、キーボードみたいな形の本体があって、うん、そこに足をつけてみたいな感じです。そうなんだ。もう私、志田さんがさ、もうどれだけ特技を持ってるのって本当思ったんだけど、自分がちょっとクイーン好きだって言って、でもクイーンの歌鼻歌でしか歌えない中、歌は歌うわ、弾き語りはするわ、本当にすごくてオビちゃんが言ってた「ロッキーの歌歌えますか?」ってなんかっていう歌が好きらしくて、帯広さんがロッキーの歌やってって、なんだろう、帯さんバーニングハートかな、なんだったかな、ツイッターの志田さんの質問コーナーみたいな、ごめん、私また質問コーナーなくしちゃったんだけど、ごめんね、いっぱい質問来てて、志田さんに。見た？ちらっと見ました。帯さんがなんか3つぐらい質問してた。帯さんも志田さんに会いたいんですよ。ありがたい話ですね。まあでもアメリカの生活には随分慣れてきて、本当に生活するとかそういったものは何も困らなく。もしかして車とかも買った？車買いました。車ないと生活できなくて、車買いました。すごいね。ローンが組めないんですよ。アメリカに住んでからその人のクレジットみたいなのが溜まってって、その信頼感が溜まってって組めるようになるので、もうゼロだからローンが組めなくて、一括で。車を一括で買ったの？一括で買いました。これって AEW がすごいって話？あ、日本からの貯金も全部持ってってるってことか。いや、持ってってないです。一括で買うの車。所属になってからアメリカに引っ越すまでも結構あったので、その分とか。夢がある話。私本当に車屋さんがこんな人いないって言ってました。そうだよね、普通でも一括も買えなかったりするよね。一括で買えてお金あったとしても絶対ローン組んでくださいとか言われるのが普通なのに、まあしょうがないよね、一括で買うしか買えないんだもんね。しょうがないですね。はい、ちょっと本当おいくら万円なんですかって聞きたいとこなんですけど、なんか悔しくなる気もするからここは聞かないでおきます。でも車はある、ピアノはある、ベッドはある、手伝ってくれる仲間はいる、試合はある、名前は売れる、 YouTube 登録は一気に 5,000 とかすごすぎだよね。なんか私今まで志田さんにギャラをお支払いしてることもあったと思うんですけど、本当に、まあ、その時は精一杯だし、今志田さんが日本に帰ってきてもそのぐらいしか話せないけど、精一杯の額を払ってたつもりなんですよ。でもそんなのがもうパーって吹っ飛ぶぐらい、もう日本に来てもお金のためには試合しなくてもいいぐらいな感じだよね、多分志田さん。なんか初めてプロレスで稼げてるっていうか、わかんない、フリーで稼げてた、もしかして。まあ。聞きたくない。もうどうやったらプロレスで稼げるのか教えてくれる？すごいよ。どうやったら生きていけるの？いやいやいや。私も車買いたい。ね、この間自転車を買ったよ。自転車欲しいんですよ。自転車だとどこに行ける？スーパーぐらい行けるの？あ、行けますし、なんか外をさっそうと走りたい、自転車で。優雅だね。だってもう常夏ですよ。あ、常夏。日本はちょっと昨日とか寒くて暖房入れてるぐらいだったんだけど、常夏そっちは。いや。もう永遠に30度超えてます。じゃあその任天堂のまま外歩けるってこと？全然歩けます。むしろもう今タンクトップですよ。そうなんだ。でもじゃあアメリカの生活にも慣れて、その AEW もダイナマイトっていう週1回のテレビと AEW ダークっていう方と、なんか毎週毎週どっかしらには行って志田さん試合を続けてたっていうことかな？そうですね。なんかダークとかが挟まっちゃうと、これがいつの大会か分かんないから、志田さんがどのくらいの頻度で会場にいるかはちょっと日本に行って分かんないのだから、なんかツイッターを見て、あ、今こんな感じなのかなみたいな感じで、やっぱりちょっと時差を感じるというか。なんかしかもAEW はあんまカード発表しないので、自分からも言えないじゃないですか。そうだよね、確かに。だからどこにいるとかもやっぱ言いづらい気はしますね。確かにだからあんまり伝わってない感じはしますけど、うん、まあまあ試合してますね。してるさせていただいてありがたいですね、うん、本当に。でもなんかさ、その年明けてからすごいプロレス界の状況も変わって、まあいろいろ大変になってると思うんだけども、その志田さんもまあ魔界があって、まあ今日本とアメリカで渡航ができない状況にあるじゃない。で、はい。まあその毎月日本に来てたのを一回やめてアメリカにまあ残るという選択をしたと思うんだけども、うん、それはすごい、まあ、魔界を大事にしてるのもしてから葛藤みたいのがあったと思うんだけど、どういう感じで決めたんだろう、自分が今どこにいるべき、どこで試合をするべきみたいな。本当悩んでて、でも魔界、その私が行くのをやめた時は、うん、日本に行くと戻った時に2週間何もできないみたいな状況だったんですよ。2週間何もできないと、またもうすぐ日本じゃないかと思って。そうだね。で、そのやっぱ魔界出たい気持ちは魔界出たいんですけど、うん、どっちが魔界のためになるかと思ったら、私が魔界に出るよりもアメリカで頑張った方が魔界のためになる。実は魔界も世界進出じゃないけど、今これをいろんな多くの人に見てもらいたいっていうことで考えてるみたいなところもあって、そこの主役の志田さんが一番有名になることが魔界のためになるってこと。はい。なんかあれを思い出しますよ。離婚したお母さんが、私が親権を手放した方がこの子のためになるみたいな。ごめんいい例えが思い浮かばなかった。ごめん。いやいや、でもやっぱり切り込み隊長としてもアメリカに行ってて、うん、もうアメリカでいつか魔界をやりたいねっていうふうになってて、うん、そのために頼むよって言われてたので。かっこいい。私がアメリカで知名度を上げないことには始まらないみたいな感じではあるので。でもその知名度は上がるっていう話なんだけど、まあ、毎回、まあ、60万人70万人80万人の方が毎週テレビで見てくれてるほか、じゃあファイト TV とか日本でも見れる形で見てたりとか、その AEW ダークの YouTube であったりとか、ひたすらまあ見てくれる人が増えるし、増えれば倍々で増えていくじゃない。フォロワーさんとかもそうだと思うんだけども。で、そんな中、こういう行動を取り続けていけば志田さんの目標につながっていくんだっていうふうに考えて今やってることって何なんだろう。とりあえず今は英語喋れるアピールをしまくること。英語のインタビューとかしてる？やっぱりしてます。最初はやっぱり敬遠されるんですよ。英語喋れないし難しいだろうから、うん、やっとこうみたいな、うん、でもそれが今だんだん英語を喋れるというのが伝わってきてて、うんうん、それこそ試合じゃないところで呼ばれるようになり始め。そうだよね。 AEW の選手って試合だけじゃないもんね。うん。はい、まあ、AEW の中のロードトゥーっていう、試合じゃないところの番組みたいなのに、うん、じゃあ志田さんちょっと出てピアノ弾いてみるとか声かけていただいたりとか、なんかで、じゃあ、意外と志田一人で呼んでもいい、うん、意外といけるなってなったので、もう単独でインタビューとかもしていただいたりとか。なるほど。はい、もう本当に大変だし、もう英語を喋るのにまずとても緊張するので、うん、あれなんですけど、もうどんどんそういうことできるっていうのをアピールしていけば、やっぱりいつか、まあ今はまだしてないですけど、それこそタイトルマッチでベルト取ったらリング上でマイクアピールとかも英語でしたいし、うん、なんかわからないけど。全部を見てるわけじゃないけど、海外で英語でマイクアピールをした選手ってそんなにはいない気がするんだよね。どうしてもまあ、はい、飛鳥さんとかカエリさんとかも、まあ、それはもちろんキャラクターっていうのは分かってるんだけど、大阪弁でとか流暢な英語でってした人はいないから、まだあくまで英語が喋れない人たちのマイクアピール、もちろんね、それは個性としてやってるんだと思うんだけど。っていうのがあるから、志田さんがもしそうなったら本当にすごいと思う。でも志田さんが一番近いと思う。私やっぱりアメリカで映画とかも出たいので、やっぱそのためには英語をまず英語を喋れることが大前提じゃないですか。だから自分もどんどん練習していかなきゃいけないし、あの人日本人だけど英語喋れるっていう風な認識をされないとまずオファーにはつながらないと思うので、なんで YouTube も全部英語でやりたいなとは思う。志田さんは本当に子供の時から普通に英語やってて、まあ、学校生活でも英語やってて、それからもさらに英語勉強した上に今アメリカにも住んでるのにまだ英語で話すと緊張するっていうことは本当自分なんかどんな遠い道なんだろうと思うんだけど、今そのチョコプロっていうのを私たちもやってて、チョコプロでは約半分のお客さんが日本語わからない人たちなんですよ。なのでそのこれ今約半分はわからないんですか？今多分志田さんのファンがいるからもっとイングリッシュだと思うんだけど、すごく難しいのが、まあ、実際会って身振り手振りで喋って今プロレスの話をしてますよっていうのが分かれば分かるけど、なんていうの、普段のご飯食べておいしいとかそういうやつに英語でタイプしてくるから読んで話せなきゃいけなくて、それがさらに英語喋るだけでもダメだ、読めなきゃ、打てなきゃ、返事もしたい、リプライしたいじゃん、ツイッターとかでも。大事さを分かってはいます。なんかそのタイムラグもありますよね。ある。日本語でこう言いたい、こう変換するみたいな、なんかそういうのもすごいやっぱりなんか志田さんはできる気がする。もう明確だし、やりたいことが素晴らしい。ナイラローズに勝って英語のアピール聞きたい。したい、絶対する。もうそれが一番なんか3カウントとかそういうやつよりそれが見たい。英語アピール絶対する。あとその髪型が気になってて、その今こっから下が赤じゃない？で志田さんはその日本の、なんていうんだろう、多分黒髪みたいのも意識して黒髪ストレートでちょっとここやってメイクとかもアジアンビューティーみたいな感じでやってたと思うんだけど、志田さんってAEW についてるプロのメイクさんに絶対メイク任せないじゃん。自分でやるよね。でなんかそれにすごいこだわりがある中で多分今その髪型だと思うんだけど、この髪のこだわりポイントを知りたいです。こだわりポイントまあ、黒は大前提だったんですけど。なんか結構黒髪いません？まあ日本人選手はともかく、まあ、ナイラとかも黒だし、そうだね、特にブロンドが少ないかも。そうですよね、だから意外となんかもうちょっと目立つ髪型ないかなと思って、まあ色入れようと思ったんですけど、魔界で許される色具合じゃないとダメなので。あ、そっか。いや、そうなんだからまあ毛先。なるほど、そうだよね。魔界って昔の話だよね。そうですそうですそうです。ケミカルな。そうです。なるほど。じゃあ志田さんのコスチュームもすごい今変わったじゃん。露出がちょっと増えたっていうか、あれめちゃめちゃいいと思う。あれはどうしてああいう風になったの？やったー。自分で作ったんです。チョキチョキ自分で作ったんです。ドドドドドドって。今までのコスチュームの中で一番いい。なんか嬉しい。なんかやっぱり大きい会場でライトとか浴びてテレビマッチをやってると肌の露出が多ければ多いほどかっこよく見える。まあもちろん体つきがかっこいいっていうのもあるんだけどで今までは確かにアイテムとかついててかっこいい、足とかもいろいろこだわっててかっこいいんだけど、やっぱ布が多かったなっていうのがあって、肌出してた方がよりなんか強く見えるしスター感があるなって思って。いやなんか結構シンプルな方がウケるのかなと思って。でもそういうさ、お客さんの反応って今まではその、まあ、じゃあツイッターとかもそうだけど、会場に来てくれて物販で今日の志田さんの試合良かったよとか言ってくれたりとか、そういうダイレクトにリアクションもらえたじゃない。でも AEW って試合してそれだけじゃん、どこでこう手応えみたいなのを感じながらやってたんだろう。ツイッターとかですかね。コメントだとか、あとはでもやっぱり他の選手とかを見てもまあシンプルじゃないですか、うんうんうん、やっぱそういう方がかっこよく見えるのかなとかまあ、うん、ですかね。まあ、でも志田さんもその誰かアドバイザーがいるとかコーディネーターがいるとかじゃなくて、もうそれこそコスチュームも自分で作ってるぐらいだから全部自分でやってるっていうこと、はい、だよね。もう全部自分で情報を集めて。 AEW で志田ひかるプロデューサーみたいなのはいないの？いないんです。 AEW のそこがとてもいい会社としていいとこだと思うし、そうなんだ、恐ろしいところだと思うんですよ。まあ、コーディネーターいた方が楽だし嬉しいよね、自分のことを見てくれる人がいるっていうの。志田さんは自分でやりたいってこと？私は自分でやりたい派です。あ、まあフリーだからフリーになったっていうのもありますし、ちょっと私のこともコーディネートしてくれないですかね？いや十分じゃないですか。今もうクイーン、志田さんがイエローのアイラインしてみたらって言ったからイエローのアイラインは買ってみました。まあ普段すっぴんだから全然してないんだけど今度してみるね。私もアドバイスは聞くんだ。あでもなんかそうやって聞くと本当に日本のプロレス界とあんま変わんないっていうか、そのじゃあ志田はこれをやってくれとかじゃなくて自分で考えていろんなものを全部準備してもうただリングに上がるしかないっていう状況で今やってるんだね。そうですね。なんかそれをこの大規模な会社でやるって収拾つかなくなるんじゃないのって思うんですけど、でもそこをやっぱりみんなが自分のベストを見せようとしてるのは本当にすごいことだなと思う。そうだね、私AEW の方たちもう新しい人たちもとか割と地元の選手が上がったりとか本当に知らない選手が増えてしまって、うん、で次いつアメリカに行けるのかわからないし、ね、またもう一回行ける日が来るのかもわからない中なんだけど、AEW のミーティングが3週間に1回とかあるじゃん。で、はい、志田さんいる？いますいます。動画オンにしてないよね。毎回でない光るっていう感じがします。そう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 、これいるのか志田さん参加してないのか分かんないと思いながら、AEW ではなんだろう、次の大会の会場はこうですああですとかっていうミーティングが最近始まり始めて、合計80人とか今100人近く同時に。いや私この間人数見たら136人のミーティングだったんだ。すごいわ。やばいですね。でも招待状も来るし、一応その朝早いんだけど朝6時とかからだよね、はい、でミーティング参加してて自分もとりあえずいますよっていうのをアピールしないといけないから自分は動画で参加してるので、志田さんはどんなに見てもいなくて、あ志田さんいな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 と思って、あれ聞いてるってことだよね。英語で理解できてる？できないですね。やかったできないんだ。私もできない。できない。もうノイズがすごくてまずわからなくないですか？いやちょっとザーザーするじゃないですか。ま、切れたり声とかはでも特に話すのはオーナーとか、まあ、主要選手しか話さないから、まあ、英語っていうのはわかるんだけども、はい、やっぱり何を言ってるか全然わからないよね。何の話をしてるのかも私は全然わからなくて、ただ参加してますみたいな感じで、うん、終わりくらい、うん、本当にしかも130人もいたら参加してなくても分かんない。そういう考えがチームの輪を乱します。全世界で一緒にミーティング出てるのにお前のその態度はなんだ。でも私はそのミーティングの後に、うん、他の選手にちょっと私が正しく理解してるか分かんないから要点だけまとめておくれませんかってやってますよ。いや自分それ中澤さんにすいません今日のミーティングちょっと分からなかった部分もあるんで教えてくださいって言うと、あ特に大丈夫ですよ今回はみたいな感じで教えてくれたことは一回もないの。何のミーティングだよ。本当にウケる。でそのミーティングの時にみんながさそれぞれのこう背景が映ってるじゃん。それが面白くて、でみんな自宅だからさ、はい、あスーパースターの自宅だと思って、あジェリコの自宅とか見ながら。ずっとそういう風に時間を過ごしてる。本当に授業中当てられませんようにじゃないけど。面白い。なるほどね。まあでも次の試合に関して、ね、あそうだよね。まあいつ行けるかわかんないし、まああれだね。まあでそれで次の試合ですよ。ごめんなさい時間も1時間半経って申し訳ない。やばいよ。タイトルマッチが決まりました。あの時初代のタイトルマッチにも出れなかった志田さんが今度は初代2代目チャンピオンのナイラ・ローズとの対戦が決まりました。しかもルールが。ノー DQ ということで、もうやってやるぜって感じ？私は本当にノー DQ の方がやりやすいですね。いや自分もやられるんだよ、やるだけじゃなくて。いや分かってますよ、分かってますよ。もうだってしかも日本でもまあまあノー DQ はやってて。あ、そうなんだ。はい、特に千住さんとかでは。でまあオズはもうノー DQ のようなもんなんで全部。そうだね。でもそのまあ市内、あれ市内奪われたまんま取り戻せた？ああ、もうそれが本当に痛い。そう、昨日試合があって、ナイラが市内対戦したんですけど、市内を持ってきてたんですよ。試合持って入場したんですよ。マジで、まあなんやかんやあって、まあ試合は負けちゃったんですけど、その後ナイラをテーブルにボーンってやって、市内がどこにあるのか全く分かんなくて、市内と友達になれてない。もうなんかもう意識もう本当意識も半朦朧みたいな中で、もう市内どこみたいになって。今ノー DQ で来いって言ったばっかじゃん。そうだからもう今ねどこにあるのか分かんないんですよ。私の手元にないことだけは確かです。どうするの？あの回、もしかして作戦ないわけじゃないよね。これ多分誰もナイラに教えないからさ、ちょっとノー DQ で考えてる作戦とか教えて。でも正直、ナイラと私で椅子でぶん殴られた回数って私の方が絶対多いじゃないですか。そうだね。絶対多いじゃないですか、そんな。打たれ強さで負ける気がしない。じゃあもう真っ向勝負なんだね。そのいかに技を受けないで自分が仕掛けていくとかじゃなくて、お前もやるなら来いよ、私はそれに耐えて勝つからなっていう感じ。しかもアメリカで志田のノー DQ のイメージって全くないと思うんですよ。志田ノー DQ 大丈夫なのみたいな感じだと思うんですけど、私本当にノー DQ の方がやりやすい。それはコメントで出したりした？それをしてないです。それをもうシダやべえぞみたいなのを見せたい。なるほどね。いや言わない、あえて言わないんだね。正直ちょっと猫かぶってたところはある。やっぱアメリカでベビーフェイスもきっちりなんか、もうこっちから入場こっちから入場みたいな、なんかもう合わない、全くもうギャッて やられてて、ね、正直日本にいた時は私どっちみたいな半どっちかちょっとなんかブリングされる方が多いかもみたいなぐらい。アメリカだともう完全ベビーフェイスだよね。完全ベビーフェイス、もう自分でびっくりするぐらいベビーフェイスで、なんかちょっとやっぱりノー DQ って反則ないから、ここでやっと本来日本でやってきた志田が全てお見せできるんじゃないかなと思ってます。ちょっとこれはなんかタイトルマッチ以上にノー DQ っていうところに注目ポイントが集まりそうな今の発言だったなと思います。楽しみ。あれ？ちょっと待って。23日の夜の試合だよね。だから日本だと24日の確か朝方ぐらいにやるので、それをウォッチングパーティーします。このウォッチングパーティーするためにはみんなペーパービュー買わないと見れないっていうことだからね。そのぐらい志田さんにかけてやります。でも今回あれだよね、お客さんは入る入らないとかわからない、今と同じような感じの試合かもしれないんだよね。いや私でもなんか私15週ぐらい連続でランキング1位なんですよ。もう99とかだっけ？ずっと1位試合しまくってるもんね。でいつタイトルマッチやるのみたいなのがもうずっとあったんですよ。でもそれが今このお客さんが入れない、っていうとんでもないペーパービューでいけるっていうのは私にとって本当にすごい大事なタイミングで、もう今シダ5出してもらったっていうのはもう切り札なんじゃないかと思ってるんですよ自分で。この大変な状況のペーパービューだからこそシダだここでいけるのはシダしかいないと。ここにヒーロー登場じゃないけど、でもシダさん、私一つ気になることがあるんだけど、会場にもしお客さんが一人も入れなくて選手しかいなかった場合、痛みが倍ぐらい感じると思う。やっぱり歓声とかいけシダとかそういう声援があって、でその痛みがもうアドレナリン出まくって麻痺してるって部分もあると思うから、すごい冷静になる部分ってあると思うよきっと。これはあります。やっぱふとなぜこんなことをしているんだろうみたいなありますよね。いや、バックステージで市内で叩かれた時も多分本当に雷落ちてきたぐらいな感じ。もう本当に星が飛ぶってこういうことなんだなと思いました。だよね、やっぱそうだよね。びっくり。でも本当にこのタイトルマッチだから、そのシダさん初代のなんだろう、取り損ねてるし、ずっとアメリカにいるって決めて今やってる状況だし、同じやっぱ日本人としても、やっぱ絶対勝ってほしいって気持ちがあったんだけど、まずノー DQ っていう試合形式をものにして、シダヒカル、こんなシダヒカルもいたんだっていうのを知ってもらいたいなって気持ちが今このインタビューをして強くなりました。ありがとうございます。本当に痛いと思うよ。かわいそう。でもなんかやっぱ観客なしは昔やってたじゃないですか、19時10分。そうだね。本当に今とても役立ってます。嬉しい。最後本当にめっちゃいい話。帯広が泣いてるよ多分今見ながら。本当に多分全く無観客試合をやったことない選手だらけだと思うんですよ、AEW で。その中でもう昔経験してて何度もやってたっていうのは、とても大きなアドバンテージだと思います。なんかよかった、それを聞いて本当によかった。あの時の19時女子って今自分たちがやってるチョコプロにもすごいつながってて、でも私だけが得してるみたいな気持ちだったんだけど、シダさんも今こういう状況が場所が違う中、そういう風に思ってくれたら本当に嬉しいよ。いや本当にありがとうございます。よかった。じゃあね、ちょっと時間オーバーしてて申し訳ない。これから朝一日が始まると思うんだけど、もうそろそろタイトルマッチが目の前ということで、今の気持ちと皆さんに、日本の皆さん、そしてアメリカの皆さんに、世界の皆さんへアピールをお願いします。はい、本当に。日本の皆さんはまず AEW を見るのにちょっとハードルがあって、ファイト TV に登録して英語でなんかやらなきゃいけなくてとかあると思うんですけど、本当に絶対後悔はさせない一戦するので、ぜひリアルタイムで朝なんですけど見ていただけたら、シダヒカル、日本のシダヒカルを世界に知らしめてやりたいと思っております。そして、everyone for watching in America or another country, I have a title match in 3 days, and that is no DQ, so I can show you new Shida Hikaru, new Hikaru Shida for everyone. So I will do my best, and I get the belt. So please watch. かっこいい。ありがとうございます。私実はシダさんとツーショットを AEW に来始めたから撮ってない気がして、多分ずっと拒否され続けてたと思うので、ちょっとこれが一瞬ツーショットになるかもしれないので、カメラを見ていただいてちょっとポーズをとって5秒止まってもらっていいですか。それを私たちのツーショットにしたいと思います。せーの、5、4、3、2、1。ありがとう。ということでシダさん、朝早くから今日もありがとうございました。またよろしくね。頑張って、日本のみんなで応援してます。ありがとう。バイバイ。がとうございます。ありがとうございました。Thank you. Thank you everyone. Bye bye.